文宗は当庁の第十七代皇帝。僕隆の次男で、慶宗の同年の異母帝にあたる。署名は、漢であったが、後に昇ると解明した。はじめは、皇王に奉作されていた。八百二十六年に、慶宗が劉勝明によって殺害されると、劉勝明と対立する勘官,官の王守る清派により、皇帝に擁立された。朝政の実験は、 大守清らが掌握し、文宗は皇帝としての実験をほとんど持たず、九月に近い存在であった。新政を計画し、831年に最小のソーサル猿鈴と共に、宦官の倒滅を図ったが失敗する。そして835年に再び、リサとしらと共に、宦官倒滅を図った。この時は、調整実験を掌握していた。 王守清を自殺に追い込んだが、その後の官岸に対する大量粛清の計画が、事前に露見し、リサとシらは殺害され、文曹も捕らえられて遊兵されることとなった。文曹はすでに実施の書を務む大使李りと、将王李宗剣を相次いで失っていたために、冒険の軽装の抜手である、陳王李なるみを皇太子としていた。しかし、関路の変が発生すると、 寒官,官の旧資料らにより、李ナルミは殺害され、文宗の異母帝である、オ王ガリが立大使された。840年、幽閉されていた文宗は32歳で放御した。晩年に、州の赤王、寒の剣帝は、教師に制せられたに過ぎないが、陳は過度に制されていると嘆いたと伝えられている。838年、 検討大使の任に勤めた藤原常次は三度の試みの末、中国への渡航に成功して、同年7月初に、洋州に上陸した。10月に、洋州を出発した、検討市一行は12月3日に、長安に到着し、年を越して839年1月13日、大民宮の林徳殿で、文層を廃越するに至る。この時の状況については、 施設団と同行した園人が、日東愚法巡礼業期に詳しく記録している。常次の日東は中国に派遣され、実際に使命を遂行した最後の検討士となった。皆即出。ありがとうございます。